その中、男子の 200m バタフライの A 決勝が始まります。パンクラートフが入ってきました。世界記録は1分55秒22。オリンピック記録はアメリカのメルビン・スチュアートの1分56秒26です。予選でパンクラートフは4番目の記録で1分58秒28でしたが、前半の100は54秒71と、はい、こんなに飛ばしてもいいのかと思うほどでした。そうですね、まあ、試したとは思いますけれども ね、はい、1コースはフランスのフランク・エスポジト、バルセロナの銅メダリストです。この人も長いですね。そうですね、本当に息の長いというか、まあ、フランスの、パトリックという、はい、コーチに聞きますとね、やっぱり非常に真面目だという話ですね、はい、2コースはアメリカのコンマルチョ、福岡のユニバーシアードでも優勝しました。ミシガン大学の学生、195センチの長身選手です。3コースはイギリスのジェームス・ヒックマン、イギリスのチームリーダーです。予選で1分58秒16はイギリス新記録、自分の記録を大幅に更新しました。予選では最後パンクラートフに勝ちました。そうですよ ね、なかなか調子に乗ってる選手だと思いますよ。4コースはオーストラリアのスコット・グッドマン、この人はタスマニア島の出身、タスマニア島からの初めてのオリンピック代表だそうです。予選トップ。5コースはウクライナのデニス・シランテフ、予選は2番目、1分58秒04はウクライナ新記録でした。世界記録保持者デニス・パンクラートフ、この人は泳ぎにいくつかの特徴があります、はい、まずこの潜水のスタートを25メーターぐらいまでやります。そうですね、まあ、それとサイドブリージング、はい、それからキックがですね、はい、もうこの水しぶきをもうほとんど上げないような感じの軽い感じのですね、柔らかいキックを使うんですよね。そこらも見てほしいですね。7コースはハンガリーのピーター・ホルバス、予選は6番目、1分58秒76。そして8コースはオーストラリアのスコット・ミラー、このミラーは100の方が得意です。さあ島村さん、このレースもですね、もう最後の 50m 目が離せませんよね、はい、それと6コースのパンクラトフ選手のがですね、はい、前半から飛び出していけるのかどうなのか、55秒切ってですね、予選通りに展開するとすれば、はいはい、これはまた世界記録の可能性が出てきますね、はい、スタートの非常にうまいパンクラートフ、潜水泳法を使います。スタート、フライング、スタート1回目はフライング、ちょっと3コース のヒックマン選手がちょっと動いたんでしょうかね、ちょっとこちらから四角になってまして、手前の7コースのホルバス選手かもしれません。1コースフランスのエスポジト、2コースアメリカのマルチョ、3コースイギリスヒックマン、4コースオーストラリアグッドマン、5コースウクライナのシランテフ、6コース世界記録保持者アメリカのパンクラートフ、7コースハンガリーのホルバス、8コースはオーストラリアのビラー。もう画面からいい緊張感が伝わってきますね、はい、記録を狙ってる、まあ、そういう感じですしね、はい、それからやはりベスト3に入るというのはこれはやっぱり難しいと、まあ、1コースから8コースまで絶対その中入るぞというのはね、そういう雰囲気がやっぱ伝わってきますよ。世界記録保持者のパンクラートフは6コースです。パンクラートフもね緊張してますね、
スタート2回目。スタート。潜っていく。まだ潜っています。15メーター。まだ潜っている。20メーター。ようやく浮かび上がりましたパンクラートフ。予選ほどは潜りませんでしたが、そうですね、しかし25メーター近くまでは潜っていましたパンクラートフの、さあこのバタフライやっぱりさすがですね、はあ、もうあのこの出ていくしかないというふうな感じでやっぱり思い切ってやっぱり出ていけるところが、うん、あのパンクラートフ選手の一つの特徴ですね。50メートルは25秒71、世界記録からは0秒10ほど遅れていますがパンクラートフリードしています。そして向こう側の4コースのヒックマンが上がろうとしていますが、体一つパンクラートフリード、そして手前の8コースのスコットミラーはこれ100が得意ですから、スコットミラーの方が現在パンクラートフを追っているところです。さあまもなく100のターンですが、100のターンはどのくらいでしょうか。100のターン55秒69、世界記録からはわずかに遅れています。世界記録からわずかに遅れています。それからパンクラートフ選手のもう一つの特徴は右側のですね、はい、こっちから行くときには右側のコースにちょっと寄りながら泳いでいくんですけれどもね、そして行き継ぎはサイドブリーズ、サイドブリージングです。パンクラートフリードしているが、ここでグッドマンが上がってきました。4コースのグッドマン、グッドマンが上がっている。2コースのマルジョーも続いています。150のターン1分26秒34、世界記録からはちょっと遅れている、世界記録から遅れている。場内大歓声は向こう側のアメリカのマルチョーも上がってきました。さああと30メートル、これから25メーターの勝負だ。世界記録保持者パンクラートフリードしている、体半分リードしている。このままでいけそうですか、どうでしょうか。いくと思います、はい、あと15メーターにかかりました。パンクラートフリード、向こう側からマルチョー上がってきた。ヒックマンも頑張っている。あと5メーターの勝負、逃げ切るパンクラートフ。世界記録保持者パンクラートフ1着でゴールイン金メダル、1分56秒71。パンクラートフ見事に優勝を飾りました。そして第2位は向こう側2コースのトンマルチョウが入りました。アメリカ銀メダルを獲得しました。3位はオーストラリアのグッドマンです。スコット・グッドマンは3着で1分57秒48。4位は一番向こうのフランスのエスポジト。どちらかというと予選は思い切り飛ばしていったけれども、あれでは終盤危ないということをやっぱり考えましたね、はい、そうですね、それでやっぱりある種のトリックなんですけれどもね、はい、早く見せるんですよね、やっぱりあの水中のですね、このドルフィンキック前ですね、ちょっとこう右側のコースにこう寄った感じですよね、これは、まあ、あのパンクラートフ選手の、あの癖なんですけれどもね、右に寄ってるときはね、はい、まあまあ、 あの調子はいいんですね。なるほど、はい、上がったところがだいたい25メーター近くでした。やっぱりあのターンなんかもですね、あの抵抗がないようにやっぱりこう気を使ってやっぱターンをしてます、はい、この右呼吸なんですけれども、この右呼吸をですね、日本の長澤選手や石本選手や中島選手にですね、はい、それから習ったんだと、いうようなことを言っておりましたけれども、見事に自分のテクニックにした素晴らしいバタフライの、危なげのないというね、はい、王者らしい方でした、まあ、よくオリンピックでは世界記録保持者が敗れると言われますけれども、はい、順当に勝ちましたデニス・パンクラートフ、1分56秒51が優勝タイム。アメリカのマルチョーの追い上げ見事1分57秒44で第2位。スコット・グッドマン結局